皆さんこんにちは、ハイテンション外人のハイガイでございます。ということで、もうすでにこうやってプレイしている通り、なんと新しいポケモンの新作の発表があるということなので、生放送をみんなと一緒に見てみたいと思います。はい、ということで早速見ようぜ。動画よ。はい。こんばんは。株式会社ポケモンの石原です。今日はこれから発売を予定しているいくつかの新作を紹介します。今の世界がこのような状況だからこそ、あのピカチュウめっちゃブラックポケモンであればつながれる世界。Yo, that Pikachu is hella black. I want that. このピカチュウ欲しい。ブラックピカチュウ。まず最初に紹介するゲームはポケモンスマイルです。こちらの映像をご覧ください。ポケモンスマイル。ポケ。歯ブラシアプリみたいな。Yo, it's like a smile。お口、くちくちゅー。上の歯、下の歯、親にとっても、下の歯、親にとっても、前歯、ストレスのある時間、奥歯、ぐわ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 。そんな時は、そういうポケモンの力を借りちゃいましょう。Oh my god. It's a... Yo, Pokemon. ポケモンスマイルは、毎日の歯磨きを、とどめは、とどめ、ちょっと楽しくしてくれるゲーム。仕上げね。あ、いいなそれ。普通にインスタグラムのフィルターやん。Yo, that's like an Instagram filter.これなんか前にもなんかなかったっけ。ポケモンと一緒に歯を磨いて、いや、それだけベロベロゲーム俺やりて、それ歯めちゃくちゃ磨いたらめちゃくちゃなんかポイントが高得点とか。Yo, you got a Pikachu。ポケモンスマイルは、かわいい。子供と親の日々の小さなストレスを楽しい時間に。超かわいいやん。子供たちが楽しく歯磨きの習慣を身につける。超かわいいけど。大人がみんな歯磨きし始めるぞこれ。大人がすげえし、はた、歯磨きし、し始めそうでさ。あれ、あ、びっくりした。これやらなきゃな。可愛いママ欲しい。そのコメントおかしいぞ。みんなポケモン可愛いというところで、あのかママ可愛いって言うたらお前だけやろ。ポケモンスマイル本日より配信スタート。ああ、無料配信。It's free。ゲーム内課金なし。次にゲーム内課金なしってもう。ポケモンとカフェとパズルを掛け合わせた新しいパズルゲーム、ポケモンカフェミックスをご紹介します。ポケモンカフェミックス。まずはこちらの映像をご覧ください。新しいパズルゲーム。あら、素敵なイラストじゃない。 I like the illustration。 ポケモンカフェミックス。君はポケモンたちの集まるカフェの店長さん。お、オーダーを受けた。これ知ってる。ただすげえクレイジーにグラ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 するね。なんかツムツムっぽいと思ったけどちょっと違うね。毎回For a moment, I thought it was like more tsum tsum like, but a little different. え、何あの白いチラーミー？色違いじゃねえ。だってチラーミーグレーやろ。これ課金っていうか買うんじゃないの？ I feel like this is probably you purchase.でも携帯っぽいな。But I think it's a phone game though。ポケモンたちと協力してだってタッチパネルやからさ。まあ、スイッチもタッチパネルできるけど。スイッチ can do touch panels, but I feel like this is like a lot more of a phone touch panel。どんどんアイテムやメニューを充実させれば。そう、つむつむみたいに課金じゃないかなこれ。噂を聞きつけた新しいポケモンが来店するかも。いいね。任天堂スイッチでも。あ、スイッチでも遊べんだ。あ、オッケー、スイッチ and スマートフォン。オッケー。ポケモンたちとおしゃれなカフェを始めよう。買い切り型かな？無料かな？おお、日本語、英語、フランス語、イタリア語、ドイツ語。無料、あ、基本プレイ無料や。オッケー、yeah, it is a free game。ちょっとダウンロードしてみたいね。素敵なカフェを作って。I do actually want to check it out and just download it。ポケモンカフェミックスは任天堂スイッチと。登録をしてお待ちください。この人絶対 CG でしょ。失礼失礼。次はこちらです。
あ、これ、これダウンロードコンテンツじゃね？ちゃう？でっけー！ Damn! That well was huge! ポケモンスナップ！ Yo! Wow! 嘘やん！マジでポケモンスナップやん！ Yo! Dude! Actual Pokemon Snap! 嘘やん！冗談で言ってただけやで俺。Yo, dude, I was joking when we said Pokemon Snap. え、配信中にさ、まあ、何だと思うとか言って、ポケモンスナップとかだったら面白いよなって言ったら、マジでポケモンスナップやん。Yo! うわ、リンゴとかあげられるんや、いつもと。うわ、あのコイキング食われたね。あのコイキング完全に食われたね。Dude. え、プリクラにプリントアウトできる？Can you like print it out on a Prikura? Come on. 開発中。あーし。20年以上前にネタギオさん、どうも。任天堂64で発売されたポケモンスナップが任天堂スイッチで生まれ変わります。あー、ドゥー。現在、しかもニューポケモンスナップなんだね。続報をお待ちください。Damn. 次はポケモン GO についてです。ポケモン GO。ポケモン GO では。この数ヶ月、それができたら最高だね。家の中でも遊べる仕組みなど、普通にジョイコンで対応を実施してきました。こうやってね、現在の状況下でも楽しく遊んでいただけるよう引き続き開発に取り組んでまいります。Okay, they're updating Pokemon Go. さて、先日ナイアンティックさんからも発表があった通り、はい、これまで世界のさまざまな都市で開催してきたポケモン GO フェストについては、今年は形を変えて実施する予定です。参加者の皆さんが世界中のどこにいても楽しめるイベントになります。さらに勝利をもたらすあのポケモンも登場しますので、あ、ビクティニ、あのポケモンってバレバレやけどなこのバレバレやけどな。もう一つポケモン GO からお知らせがあります。あ、ポケモンからWe had a Pokemon Snap. Or the toothbrush one? Hmm? 2020年。ついにポケモン GO にメガ進化が登場します。メガ進化？ポケモン GO ならではの遊びが詰まった。巨大マックスじゃなくてメガ進化。メガエボリューションズがなビーンポケモン GO。Well, 俺はプレイしないけど、ポケモンたちとの出会いを楽しみ、ランディは喜ぶだろうな。次はこちらです。ポケットモンスターソードシールドの世界がさらに広がり、新たな冒険を楽しめるエキスパンションパス第1弾、はい、鎧の孤島がただいまより配信開始となっています。ただいまより Just from now! ダウンロードされた方も from now! まだこれからの方もぜひ新たな舞台での冒険をお楽しみください。はい。さらにこの配信開始を記念したいくつかの取り組みをご紹介します。ほうほう。 OK. He's gonna introduce us with some stuff. 何を？何を取り組む？え、何これ？ あのポケモン欲しい！ I want this Pokemon! 何このポケモン？このポケモン欲しい！ Dude, I want this Pokemon!かわいい。なんかデジモンっぽいから好き。おお。Oh my god, it's like EV みたいな感じで。幻のポケモンゼラオラが登場する特別なゼラオラマックスレイドバトルが開催されます。ゼラオラ？期間中に100万人のプレイヤーが見事ゼラオラに勝利すると、色違いのゼラオラが皆さんの仲間になってくれる。 Yo! Apparently if everybody defeats in total of a million ゼラオラ、 everybody will get a shiny ゼラオラ。 さらにポケモン GO では先ほどから色違いのゼラオラ出てくるで。登場しています。加えてみんな一緒にレイドしまくろうぜ。主人公が身につける修行服もポケモン GO のアバターアイテムとしてプレゼントされます。こちらもゼラオラの色違い、カモネギまみれだったけどね、あれはびっくりしたわ。今日の発表は以上になります。以上、お疲れ様です。ただ
実は今日ご紹介できなかった大きなプロジェクトがもう一つあります。Oh, there's a new project that they couldn't tell? そちらの情報については来週、来週かよ !6月24日にお届けする予定です。なんだよ、毎週楽しみにお待ちください。ご視聴ありがとうございました。な、来週な Okay, dude, that was freaking sick though. Pokemon Snap? Pokemon Snap 来るんや。Yo, dude. ちょっと待ってコメントみんなさ、わっけえな、YouTube のみんな。スナップかーって出てたで。スナップかーって出てたで。まず最初にね、あのコイキングはもう確実に死んだよね。これ。このコイキング確実に死んでますけど。That コイキング's dead. ジュラシックワールド、そんな感じなんですよ。なんかトロッコになって、みんなの ポケモンをね、写真撮るって感じで、なんかそのジュラシックワールドとかジュラシックパークのなんかそのライドに乗ってる感じなんだよ。はい、ってことで、ね、じゃあ今日はそろそろ終了したいと思います。 Thank you all for watching today。 はい、ではね、次の配信でお会いしましょう。アデュー。